皆さん、トトで一攫千金狙ってますか？トトワンドリーム TV 司会の安田大さん、団長安田です。よろしくお願いします。ヨコちゃん、今回もサポートよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週のゲストは元フラワーレッズフォワード水内健さんです。よろしくお願いします。お願いします。何回目ですか？これ4回目ぐらいかな。もう水内さんは準レギュラーみたいな感じで来てもらってますが、はいはい、あの前回出演していただいた421回ですかね、はい、7試合的中という結果でしたね。どうなんでしょう、それは。いや、もう半分以上ですから。ありだ、OK なのそれ。いや、元プロとしてはちょっと少ないような気がしますけどね。本当ですか？でも、あのプロじゃないからね。山形対大分のゼロをね、シングルで当てるって言ったところとか、はい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 、あとはあの鹿島と新潟の新潟の勝利を当てたりするところはもうさすがっていうところですよね。そうね、その2つはね、そういう喜びになっていてますね、だんだん ね。よくないね、それはね。やっぱり1等狙わないとね。そうですね、はい、一投当てましょう。そうです。では早速水井さんの予想を伺いましょう。よろしくお願いします。はい、僕の予想はこんな感じです。はい、僕の予想はですね、まず FC 東京と浦和レッズ。これはですね、まあ浦和はちょっと今調子は良くないんですけども、 FC 東京ね、この前ナビスコで優勝しました。まあモチベーションもちろん高いと思うんですけども、意外にね、 FC 東京のサッカーに浦和レッズのサッカーがハマる、まあ今シーズン前半戦もそうなんですけども、その可能性があると思うのでね。あと僕が見に行かない浦和の試合勝ってます。ですから、その試合行きません。なのでレッズが勝つと思います。そして、セレッソ大阪と草津、セレッソはね、もう勝てば昇格が決まるわけですけども、まあ、そのプレッシャーもちょっとあると思います。まあ、相手は草津ですけども、引き分けもしくは草津かななんて思ったんですけども、でもね、セレッソもやはり、J1 の常連チームでもありますし、ここまで戦ってきたものもありますので、まあ、ここはねあえて、セレッソの勝ちと引き分けというところを予想しました。ありがとうございました。FC 東京、やっぱ疲れるもんですか？まあやっぱり疲れはね、うん、あると思うし、まあ、勝ったからまだいいけども、はい、あとはレッズはね、この前天皇杯もなかったから、うん、一番休んでる。ああ、そっか。そうそう、レッズだけ唯一 J1 でね、天皇杯もなかったので、休み明けってそんなに有利ですか？やっぱりそこに向けて、FC 東京に向けて調整できたっていうのもあると思うのでね。あ、レッズの方がちょっと有利かなっていう感じもするんだけどもね。僕引き分けにしてるんですよ。ああ、いいかもしれない。これいいでしょ、うん、この勢いと疲れで、プラマイゼロみたいなで、これ引き分けですよ。なるほどね、あるね、2対2だね。では水井さんが今回自信を持ってお勧めする試合は一体何でしょうか？これですね、ガンバ大阪と京都、うん、こちらはまあガンバの勝ちと予想してるんですけども、はい、まあ、やはりね、ガンバは優勝争いしてるチーム、うん、で京都は、まあ、残留ほぼ決めているので、はい、まあ、あのモチベーションとしてはそんなに高くないかなと、うん、まあ、選手はもちろん一生懸命やりますよ、はいはい、ここって時にやっぱその差が出てくるので、うん、やっぱりガンバはもう負けられない状況に来てますからね。おー、やっぱりガンバが、うん、やっぱ優勝っていうところの目標が強いですよね。そっちの方がいいかなと。京都もアウェー戦今季まだ1勝、うん、敵地で勝ってません。そうですよ、ということはこれなんか当たりそうな気はしますね。でもこれ当たるでしょ。お、言い切りましたよ、これ。鉄板、鉄板。これ言い切ってもらったところで、逆に波乱の予感がする試合っていうのは、はい、まあそれが負けたら波乱なんだけどね。そうですね。あとは、はい、柏と清水、うん、まあ、清水も優勝争い絡んでちょっと今調子を落としてますけども、はい、やっぱり清水も安定してきてるんですけど、うん、ここはね、柏はねまだ残留の可能性十分ありますし、はい、柏と清水、これ柏の勝ちっていうところも考えられます、はい、あとはまあ引き分けっていうところでね、ちょっと2点考えてみて、うん、見てました。必死で最後もがくんじゃないかと。そうですね、まあ、そのモチベーションの差っていうのは各チーム全然違いますけどね、うん、なるほど、はい、横ちゃんはどう思いますか？これあの柏は清水との、ね、直接対決は5試合勝利なしということで、うん、相性で言うと清水の方がいいのかなというふうにも思えるところですね。じゃあ清水かな。ブレブレやないですか、水内さん。大きくブレちゃいましたけど、まあね、はい、まあ、一応ゼロも抑えてもらうっていう感じで、うん、はい、ね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次はね、団長の予想も、はい、今回もシングルのみと。それはもちろんです、オールシングルで。いいね、はい、僕の予想はこうなっております。まあ、なるほどね、はい、いいじゃないですか、はい、まあ、団長どんな感じでいつも予想してんの？さっきのね、はい、ちょうど真ん中取って引き分けとか言ってましたけど。そうですね、最初予想した時はほとんど引き分けになっちゃったんです僕。なるほどね、7個ぐらい引き分けやったんで、うん、これは良くないなって、もう一回こうね、向かい合って考えてこう対話したところ、こういう予想になりました、うん、結構硬いよね。
はい、毎回勝たないんですよね、うん、あんまりこうそれいったみたいなのないんで ね面白みがないってよく言われるんですけどもでも的中率は結構高いですからね、はい、半分以上はいや半分じゃ大したことないですよ100円で半分ですから変わんないそんなに、まあ、今回もしっかり当てますのではい、はい、では団長さんのおすすめの今回の狙い目お願いします、はい、こちらおガチガチですよこの予想もねえ鹿島鹿島山形で鹿島まあね全員がこう言うんじゃないですか今なあ、はい、まあでも理由もあるでしょ理由はこうなっておりますはいはい、実力上位の、鹿島は意地もあるはずということで、うん山形大学生に負けたあのショックがですね、はいはい、まだこれ立ち直れない3-0だしね3点入れられてるんですから、うん、どんなもんですか以前大学生に負けた水石さんは、まあ、僕もね、はい、仙台時代順天堂に負けましたけども、はいま、どんな気持ちですかその試合が終わって次の試合っていうのはちょっと恥ずかしいよねでしょ、うん、恥ずかしながらピッチに立っている山形と堂々とピッチに立っている鹿島それはもちろん鹿島が勝つと、うん、いうことになっておりますなるほどね、まあ、優勝もねはい、そして、鹿島コオロギ選手が、はい公式戦2試合連続ゴールと、うん、どんどん、調子が上がってますからそうね、はいまあ、彼の調子が上がってきて本当鹿島がねやっと上向きになってきたからはい、うん、というわけでここは鹿島の勝利が必ずです皆さんぜひ参考にしてください、はい、もちろん次のコーナーも参考にしてください横ちゃんよろしくお願いしますはい頑張りますヨーコの大荒れ注意報さて今週の大荒れ注意報は湘南対東京ヴェルディの一戦ですこの試合はホームで4位につけている湘南に投票率が集中しているんですが私は東京ヴェルディが番狂わせを起こすのではないかと思っていますそう考える理由とは湘南は投手が空回りする可能性もあるということです現在4位の湘南は昇格を果たすためには、残り4節で、1敗もできないという状況です、次節は昇格を争う甲府との直接対決、さらには草津、水戸と、実力のあるチームとの対戦を控えています、前節黒星を喫しているということもあり今節は絶対に負けられない一戦となりますがそれが、気負いすぎとなる可能性は十分にあるのではないでしょうか、投手が空回りしてしまうとなかなかいい結果はついてこないんですよねそして大荒れ注意報もう一つの理由は東京ヴェルディは新体制が機能しているということです東京ヴェルディは松田新監督就任以降は3連勝中です3試合で計46本ものシュートを放っている通り攻撃意識が高まったように思いますそれから3試合連続で無失点と守備が安定している点も見逃せませんというわけで今節は負けが許されない状況で投手が空回りしてしまうのではないかという湘南が新体制補足後好調を維持している東京ヴェルディに苦しめられるはずと予想しました皆さんこの試合はぜひ0や2をマークしてくださいね以上ヨーコの大荒れ注意報でしたどうでしょうか今回はねヴェルディが湘南を苦しめるんじゃないかなと読んだんですけど、うんうんまあ、ヴェルディもねもちろんですけども、はい、ただ、まあ、湘南はやっぱり昇格争いというところでまだね、うん、十分可能性もあるし、うん、やっぱり3位内に入らなきゃいけないのでもうそこのモチベーションは全然違うと思うけどもね、うん一応ゼロも抑えちゃってるんですけどね、いやまあでもヴェルディは永遠に強いですからねいやいやいや、ねまあ、まあ俺ら世代はね、はい、やっぱりヴェルディイコール強い今子供わから小学生わからないからヴェルディが強かったってことあ、そうなんすかそうそうあでもこれで教えてやりましょうよベルディが強いってことをねそうだよ、ベルディ選手も頑張れってねはい、さて、トトアンドリーム TV 今回も参考になったでしょうか水石さんと僕の予想は番組の最後でもう一度紹介しますのでぜひチェックしてみてください、第428回のトト販売締め切りは11月8日の日曜日となっております皆さん忘れずに一等当選を狙っていく情報を購入してくださ い, はい水石さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたちょっと私で電話をあ電話はい、はい、ちょっとすいません、はいはい、本間中にね、はい、もしもしあ村木さんすいませんちょっと今どこにいらっしゃいますか今五差路のここや
いいね、生で見れるの嬉しい、ね、皆さんもトトの一攫千金の夢を追い続けてください。次回の配信は11月11日水曜日短縮版でお届けします。それではまたお会いしましょう。さようなら。どこの小サロだ。小サロここやそこか